皆さんこんこにちは今回は AO 推薦入試志望流書対策志望流書の書き方一志の宣言について学んでいきましょう第1部志の宣言は5から10%行数にすると2から3行程度と非常に短いパートではあります。しかしか審査官への第一印象を決める 大事な大事なパートでもあるんですそこでインパクトのある文章というのが求められてきます一番初めに志を伝える理由というのは2つあります1点目読み手に一瞬で何を言いたいのか伝えることができるからです最後まで読まないと結論がわからないような文章そういった文章は志望留書では好ましくありません 理由2つ目書き手も最後までブレずに書くことができるからですこれは特に学際系いわゆるいろいろな学問が合わさった学部ですね学際系の学部志望者には有効ですどの視点から自分は書いているのか途中でブレてしまう人がいるんですけれども最初にこの志を書くことによって最後までブレずに書き手も書くことができるということが言えますところで 志と似た言葉に夢という言葉がありますね皆さんは夢と志の違いこれを理解しているでしょうか唯一絶対の答えがあるというわけではないんですけれども私なりの定義というものがありますそれは夢は利己的志は利他的です利己的というのは例えばお金持ちになりたいであるとかハワイに住みたい 先生になりたたいい会社を起こしたいそういったことも利己的に含まれます。というのも自分がこうしたいこうなりたいあくまでも自分発信それが利己的だからです一方で利他的というのは社会のため世のため人のため自分以外の何かのために力を発揮したいそれを利他的と言います。 志望留所で求められているのは夢ではなく志です。この世のため人のために何かをする利他的なこと、これを少し難しい言葉で言うと社会的意義と言います。人には五つの欲求があるとされています。生理的欲求、安全の欲求、所属の欲求、自尊の欲求、自己実現の欲求。この自己実現の欲求というのがこの志にあたるんですね。 志望理由書ではこの志を社会的意義を押し出していくことがポイントになってきます志の宣言の例文です私は将来英語が教員として生きた英語を使いこなせる人を増やしたいそのために機構・教育学部を第一志望として希望している以上の例文非常にシンプルですが要点は二点あります 1>, 1点目です。インパクトのある文章を心がけるということです。冒頭で興味を引けなかったら最後まで読んでもらうことはできません。2点目、第2部、一貫性の提示へのつながりを意識するということ。この2つを覚えておいてください。今回は以上になります。では、こっすんでした。